対岸に見えるのはサウジアラビアです。このようにもうビーチともう隣接している場所にカフェやレストランがあるので、もうこの真っ青な空とクリスタルレベルの透き通った海、雰囲気は最高です。これやばいでしょ。コーヒーがシーソルトコーヒーになっちゃったよ。散歩してお腹が空いたんでね、ちょっと甘いパンとコーヒーを飲みましょうかね。ジャーマンベーカリーです。それでは行ってみましょう。ダハブ全体がちょっとね、物価が上がってるって話も あるんですけど、これジャーマンベーカリー結構お手頃の値段ですね。なんか海沿いのカフェとかだともう1杯で35とか40、ドリンクだけでもそれぐらい取られますけど、ここだとティーは17ポンドだし、大きいな。いただきます。美味しい。まあ値段はそうですね、多分ダハブの中ではもう完全にもう観光客向けの老舗有名店なので、まあ値段も一般のエジプトのカフェに比べたら2倍から3倍はするんじゃないですかね。何よりもパンのクオリティがねいいということで、まあ美味しいという味が評判なんでね、食べてみましょう。大きいですよ結構。これで25ポンド。うん、まあ、だいたい170円ぐらいですかね。うん、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。バニラチェリー。風が強い日はもう海沿いは風がすごいんで直で来るんで、ちょっとやっぱ冷えちゃうんですよね。まあなのでちょっとこう奥まったところ、ちょっと中に入ったこれジャーマンベーカリーで、まあ風を受けないでゆっくりとお茶できるのはいいですね。パン自体美味しいですね。うん、まあ、人気店になるのも納得ですね。ところで、イギリスではかなり自転車の盗難が多くて、私も2回ぐらい盗まれたり、私の先輩も2回ぐらいですかね、盗まれていたと思うんですけど、ちなみにこのダハブはレンタサイクルでマウンテンバイクをよく貸し出してて、ビーチからビーチの移動とか結構皆さん利用されてるんですけど、誰も鍵をかけないんですよね。鍵をかけてる自転車を見たことがないですね。まあ、それぐらいダハブは
あの治安がいいというか平和というか、はい、まあ、もちろんね、あの鍵をかけるなんて大した手間じゃないんで、まあ、かけた方が絶対いいと思うんですけど、まあ、それぐらいダハブはあの平和ということです。